ピーテル・パウル・ルーベンス作、イッティウスの首を差し出される手、レウス・マドリッド、プラド美術館所蔵テーレウスは、ギリシア神話の人物である。長母音を省略して、テレウスとも表記される。トラー・アキア王で、アレースの息子とされる。妻のプロクネエ、その姉妹、ピロメーラーと共に鳥に姿を変えられた。原点によって、物語に異動がある。以下は、 アポロドーロス、ビブリオ提携に基づく。アテーナ用、パンディーオーオンとテーバ用、ラブダコスとの間で国境をめぐって紛争が起こった時、テーレウスはパンディーオーオンに味方をして、戦に勝利した。パンディーオーンは、娘のプロクネーをテーレウスに妻として与え、二人の間に、息子のイティウスが生まれた。しかし、テーレウスは、プロクネーの姉妹ピロメーラーを恋するようになり、 プロクネーを田舎に隠し、妻が死んだと偽って、ピロメーラーを犯した。ピロメーラーは、テーレウスに舌を切られ手口を聞けないようにされたため、自分の蝶位に文字を織り込んでプロクネーに送った。プロクネーは、ピロメーラーを探し出すと、報復の手段を考えた。プロクネーはテーレウスとの息子であるイテュスを殺し、鎌で煮て、テーレウスの食前に供した上、ピロメーラーと共に逃亡した。 自分が何を食べたかを知ったテイレウスは斧を持って二人を追った。ポーキスのダウリアでテイレウスが追いついた時、姉妹は鳥に姿を変えてくれるよう神に祈った。プロクネーはナイチンゲールに、ピロメーラーはツバメに、またテイレウスも八頭となった。オイデウスの変身物語ではテイレウスがピロメーラーを恋するようになったのは、プロクネーとの結婚後5年目の秋。 プロクネーが妹に会いたかったために、テーレウスがアテ内にピロメーラーを迎えに出向いた時と、する。テーレウスは、ピロメーラーを犯して舌を切り取り、プロクネーには、ピロメーラーが死んだと作り話をした。死んだことにされたのが、ピロメーラーである点は、アポロドーロスと異なる。プロクネーは、息子のイティウスを殺して、料理に出し、ピロメーラーは、イティウスの首を、 テーレウスに投げつけたとする。また、テーレウスが、八頭に姿を変えられた点では、アポロドーロスと共通するが、姉妹が、ツバメとナイチンゲールのいずれにされたかは言及していない。ヒュギーヌスの物語集によれば、パンディーオーオンは、テーレウスにピロメーラーを壊れた時、護衛の兵をつけて送り出したが、テーレウスは護衛たちを海に投げ込んで殺し、山中で、 ピロメーラーを犯したとする。トラーキアに戻ったテーレウスは、ピロメーラーをリュンケウスに譲った。リュンケウスの妻ラエトゥーサは、プロクネーと仲が良かったため、ピロメーラーをプロクネーの元に連れて行き、テーレウスの所業が露見したとする。舌を切り取った話には言及しない。また、神託によって、イトゥースが親族の手で殺されると告げられたテーレウスは、 弟のドリュアースを疑って殺した。変身については、ヒュギーヌスは、プロクネーがツバメに、ピロメーラーがナイチンゲールに、テーレウスはハイタカに姿を変えられたとしている。イギリスの詩人ロバート・グレーブスは、この神話について、このような途方もないロマンスは、ポーキスビトがダウリスに侵入した時、トラーキア人が神殿に残した一連の壁画を解釈したもので、壁画には、 この地域で行われていた様々な予言の方法が描かれていたとする。例えば、舌を切られたというのは、ミコが月桂樹の葉を噛んで、甲骨状態となっている情景を誤って解釈したものとする。テーレウスとは観察者の意であり、八頭に姿を変えられたというのは、おそらく男の占い師が取り占いしている場面があったのだろうとする。グレーブスはまた、 当初の物語では、舌を切られたのは、プロクネーで、ツバメとなり、ピロメーラーがナイチンゲールになったというものだったが、神話作者が間違って、ピロメーラーの舌が切られたと述べたために、話の辻褄を合わせるために、プロクネーとピロメーラーの変身が入れ替わるなど、混同が起こったとする。一般的には、プロクネーがツバメになり、舌を切られたピロメーラーは、口が聞けなくなった償いとして、 鳴き声の美しいナイチンゲールになったという結末を取る者が多い。ありがとうございます。